はい、ティアンデー新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。バカヤマダ新藤辰巳です。今回はね、 M1 グランプリ準決勝の動画はなぜ違法アップロードされないのかというところにちょっとね、焦点を置いてお話ししようと思うんですけど、あのね、結構見てる方多かったと思うんですよ。今回、M1 グランプリの準決勝、まあ現地に行った人もいれば、映画館でパブリックビューイングで見た人もいれば、家でね、配信で見た人もいると思うんですよ。その人口は多分ショーレースの中では一番見られてたと思うんですよ。一番見られてたってことはどういうことか、一番いろんな考えを持ってる人が見たってことなんですよね。その人たちが YouTube に動画を違法アップロードしてないわけですよね。例えば今年のキングオブコントといえば2回戦でお客さんが25人ぐらいしか入ってないのを隠して動画で録画してYouTube に上げてるやつとかもいたわけですよ。あと、TBS ラフターナイト、こちらも配信あったんですけど、注目になる、まあ、例えばオズワルド優勝したんですけど、オズワルドのネタ動画を、上げたりとか、まあ、真空ジェシカとかもいたのかわかんないけど、まあ、何組か上げたりとかしてる配信だから。で、そういうのを考えると、M1 グランプリのが一番可能性が高いじゃないですか。違法アップロード。これは、なぜされていないのかっていうところ、もしくはされた瞬間消すぐらいのあのアンテナの伸ばし方というか機敏にやってんのかっていうところで、でも多分ね、すぐ上げてすぐ消すって絶対できないじゃないですか。申請したりとか Google に、だって Google からしたら知らないよ M1 グランプリってな話だし、 YouTube からしたらさ、それを、でも俺全然見かけないですよね。だから僕もね、お笑い警察みたいなとこありますから、常に YouTube で M1 グランプリ準決勝で検索したりとかするんですよ。そうした時にね、全く違法アップロード動画が出てこない。あ、これはどういうことかってなった時に、そのぐらいね、今年の M1 グランプリ、もしくは M1 グランプリのファンの方は質がいいってことですよ。でもすごい、M1 グランプリを楽しみにして視聴率も高いですから、いろんな方が見ているけど、そのぐらい決勝を楽しみにしたいって人がめちゃくちゃ多いんだと思います。だから不用意にそこまで決勝とかなんか楽しみにしてない人が多かったら、まあいいや、 この芸人さんファン多いからあげたら誰か見てくれんだろうとか、なんか横島な考えの人とかもいるかもしれないですけども、ネタバレしたくない。要するにネタバレすることによって、その一般の方は決勝を楽しんで見れない。あ、このネタ、YouTube で違法アップロードされてたやつだ。確かに面白かったけど、もう知ってるしな、みたいのが、みんなに見たくないってことだよね。で、俺、まあ、作家さんだのとか、芸人さんだのとか、一般人もそうかな。で、時々聞くのが、もう予選を見ないで、決勝を見ますって人がちょくちょくいるんですよ。これはどういうことかっていうのは、予選動画を見るのがめんどくさい。まあ、人もひょっとしたらいるのかもしれないけど、まず、本当に新規として見たいと。初めて見るネタを、初めて M1 グランプリの決勝で見て、そこで楽しみたいって人が意外と今年多いのかなっていう感じが僕はね、いろんな人の話を聞いてるときに聞くんですよね、方々から。ってなると、そこに何があるかっていうと、アップロードとかそういうことをされたら嫌だとか、もちろん準決勝見てる人も決勝は決勝でちゃんとまた楽しみたいと、その M1 グランプリに対しての敬意を持って見てる方が非常に多いのかなっていうのがちょっと伺えたかな。一番人口が多く集まるはずの M1 グランプリ、賞レースのなのに一番質がいいっていう、これすごい幸せなことだなと思って。いや、これはさ、まあ普通ね、違法アップロードされたらお前議題にしろよっていう手なもんじゃないですかね、この動画で言ったら。だけど、違法にされてないっていうことに対して、この議題にする、できるぐらいの、この M1 グランプリの、みんなに対する情熱っていうか、敬意っていうか、リスペクトは、ちょっと今年、感じたかなと。
いや、わかんないですよ。僕もね、年がら年中常に M1 グランプリ準決勝って YouTube で調べてるわけじゃないから、進藤さん、いや、結構早めに消されましたが、されてましたよって、もし、思った人がいたら、ちょっとそれ書いておいてください。でも僕の、確認する限りは、一回も準決勝の動画をアップロードされてませんけどね。だからそれが嬉しかったね。やっぱ敷居が高くなるというか、質が良くなれば良くなるほど見てる方の姿勢もこう良くなるんだっていうのがちょっと今回 M1 グランプリに対して思いましたね。だからもう本当にいい加減なダメなもうどうしようもない犯罪を平気でするようなやつは多分もう M1 グランプリ自体見てないんでしょ。もうよくわかんねえで見てないんだと思うんですよ。だからそのぐらいいっぱい見たい人がいる、そのいっぱいの人はみんな質がいいんですよ。これが、もしも僕のこの言ってるのが当たってんだったらめちゃくちゃ嬉しいな。でもね、演芸とかお笑いってめちゃくちゃそういうとこ実はあって、僕 NSC7 期生なんですよね。まあ、いろんな事務所の養成所行ってますよ。太田プロ、サンミュージック、人力車、吉本と4社の養成所行ってる、お笑いマニアなんですけども、それのね、吉本で行ってた時の NSC7 期生か、東京のね、その時にね、なんだっけなー、そこ、落語とかやるさ、三丁目、新宿三丁目にある小屋あるじゃないですか。名前はよく毎回忘れちゃうんだけど、まあまあ、ごめんなさい、もう名前忘れちゃったけど、そこの演芸場ですか、寄せです。そこで中川家さんが単独ライブやったんですよ。確かゲストその時ナイツさんだったと思うんですけど、その時の、ま、超満席っすよ。僕はお手伝いで行ってたので、立ち見で見学させてもらったんですよね。確かそうだったね。で、お客さんが全部吐けました。その時に、まあ、僕はルミネの手伝いとかもしてたことあるんですけど、まあ、パンフレットが落ちたりとか、ペットボトルが置いてままになったりとか、食べ物のカスがあったりとかするから、それを、掃除するんですよね。だから、そこの、演芸場でも中川家さんの単独ライブ終わったから、ゴミを拾いに行ったわけです、スタッフだから。その時に、ゴミが一個も落ちてなかったんですよ。これにびっくりして、あれ？ゴミないっすね。でその劇場の人に言ったら、劇場の人はちょっと笑顔で、芸がしっかりしてる人の舞台って客席汚れないんですって言われたんですよ。あ、そうなんだ。質のいいお笑いをやってる人っていうのはお客さんも質がいいんだっていうのが意外とここで俺一回教わってて、うわ、NSC の授業以外でこんな手伝いで勉強になることあるんだって、ちょっと感銘を受けたのよ。それが蘇ってきて、だから、M1 グランプリ、やっぱりネタの質がいいわけですよ。すごく。1年間で一番面白い。もちろん、賞レース専用のネタ作りとかもひょっとしたらあるかもしれない。だけど、質が高いことには変わりなくて、そこでの質の高いものをやることによってお客さんも質が良くなってるんだと思うんですよ。質の悪いやつ多分見てないですよ。ってことで、すごい質のいいお笑いファンが M1 グランプリにはついてるんだっていうことが、この違法アップロードのなさでちょっと痛感したなっていう話を今回したくてね。ちょっと話させていただきました。だからこれをね、見て M1 グランプリ楽しみにしてるあなた質がいいですよ。良かったですね。質のいい。そんな人生歩んでて。まあ過去にひょっとしたら悪いこともしてきたかもしれないけど、今に至ってあなた質がいいですよ。だからこれからも質のいいお笑いに対してのこの嘘のないこの正直な質の高いね、お笑いファンでいてくれることを心よりね、お待ちしてるってよくわかんねえな。心より期待してますよ、本当に今後ともね。まあ特にお笑いファンは人口が少ないなんて言われますから、そうでなくてもね、なかなかね、儲けらんないし、バラエティ番組っていうのはどんどん増えてほしいけど、やっぱ視聴率が取れなかったり、他の別のこととか、簡単に視聴率取れるのがあるんだったらそちらの方がいいみたいなところもあるのでね、そんだけ質のいい人が今、やっぱり M1 グランプリによってたくさんいるんだったら、さらにそのね、人口増やしていくべく、なんか盛り上げていければなっていうのはね、盛り上げていければなって、お前主催者が言ってよね、
思われるかもしれないけど、僕はただの無職ですから、本当にただ、違法アップロードがなかったっていうことを感動してるだけのおじさんですから、そこは勘違いしないでいただきたくて。で、僕もこんだけ、M1 グランプリが好きで、楽しみにして見てるってことは、質がいいってことですから、そこは安心してください。質がいい人が、質がいい人たちに、今喋ってますから、ここの空間、質がいいですよ。いやー、よかったですね。ということで、ただの喜びの時間でした。以上、新藤夏美はゴミラジオでした。ありがとうございました。